お疲れチャンスラットです。今日はですね、シーズンラスト残り30分本気でやっていきたいと思います。というわけでトロ上げです。急ぎます、時間がありません。というわけでスケフリーを使います。まあいろいろ使ったんですけど、まあ、バルーン、ディガっぽい、エリゴレ、まあ、ロイとかいろいろ使って、まあ、2600ちょっとぐらいかな。まあ今104位か、そう50位ぐらいまで行ったんですけど、まあ、ずっとこの辺停滞してるって感じですね。でマジあと30分で環境終わる、環境は終わらんか、シーズンが終わるので、さあ頑張りたい。さあターっすね、ゴリゴリのもう化け物しかいませんこの辺だとね。え、ちょ待って、デッキが違う、俺のしくった。スケフリで行こうとしたらエリポンチンパンです。まあまあまあ、なんならファイボなんでちょっといいみたいなのがあるっすね。さあとりあえずフェニモンで頑張ろう。まあこのデッキ動画一回出したかな、まあ、似てるようなのは出したっすね。フェニフェニデッキっす。うん、ロイだ。反射が綺麗に、いやでもこれさすがに終わるんじゃね。さあチンパンズゴッツ終わりです。さあしかもまあ、これに関してはそのもう残り20分なので、これ無理だってなったらね、時短です。はい、一戦でも多くねやっていきましょう。いやデッキまあ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 違うやつではありましたけど成功ですね。なんならこれで走る、いやー一回ちょっとスケラでね。さああと25分ほど何戦できるかな。このマッチアップの時間もねちょっとあるんで、いや今季な7位ベストを更新したかったんですけど、ちょっと間に合わそうな、そうっすね。今から全勝したとしても、今から全勝したとしてもまあ普段来たの上位ならね全然目指せると思うんで、ちょっと頑張ろう。さあ来た、まあ、誰が来るかな、本当に全然もうモハメドライトとかね来てもおかしくないですからね。さあまあこの人はマルチのもう常連っすね、上位ずっといる。さあで僕はまあスケフリなんで、まあそんな自分から動くというよりかは合わせてもいい気はしますね。ゴブリンの採用率が高いっすね。なんかディガポインにも入ってるし、ロイにも入ってるし、みたいな。文句の後ろにゴブリンつけてると、もう相手もウッド落ちてくとも打てないっていうこの反射があるんでね。とりあえず文句ゴブリンしとけばいいみたいな。とこある。さあ。相手が動いてこないっすね。ここまで動いてこないとちょっとやりにくいっすね。さあ。ディガー削りかな、まあ、スケまあいろいろあるっすね。さあマイティだ、ちょっと珍しい。スケラ打ってもよかったかもっすね。なんかあちゃ食いかなんかいそうっすねこれ。フェニックスでした。相手は迫撃ディガー。うわーこのスケドね、フェニックスの延命ですよ。さあいやらしいっすね。うわしかもこのアイスピ、まあ焦らずいきますか。ポイズンちょっと厄介だけど、あーマジ毎回そこにやってくんのやばいっすねこれ。まあ、しかも棒ポイもあるよと。
こでもうざそう。パーチで稼ぐ稼ぐ、よしよし、でかいでかい、流ればいいぞ、なんなら勝てそう。もう一生打っとけいいぞこれ。しかも俺の垂れ流しゴブリンが効いてる。わあ、それはうまいな。さあ無理やり、ガチで無理やりすぎるかな。突っ張り一応しとく。さあトルネファルチェ、いやーこれはいける、さすがにいける。オーケーオーケー、でかいでかいでかい、ファルチェ強っ。さあスケラはね、ボーポイされて入らないので、端前ユニットを固めてぶっぱですね。いやあるぞマジで、結構あ固まってる、どれだ。さあ2664か、まああと2勝っすね。2700まで、世界一2800くらい気がする。2300ちょい。さあ拾っていく。まあディガーすけど、同じでゴブリン入ってるんですけどね、迫撃の可能性も出てくる。おー珍しい、てかマジ8もぐらいか多分。まあ文句いんのかな、文句いなかったら熱いですけどね。あーいますねやっぱ。さあモンクフェニックスウォールブレイカーの可能性も高いですね、そうなると。やばい、早かったかな。うん、まあ棒ポイなんでよしとしましょう。まあ行ってもいいが、まだ待ってみる。来ないですね。対処してほしかったな。なんかウッズだけある程度のダメージ入りそうっすね。反射すればよかった。やべえ逆だったか。いていていて、さあ棒っぽい、このディガー削りとウォールブレイカーまであるとちょっと翻弄されるっすね。まあさすがにこれは無視して、文句がいなければねめっちゃ強いんですけどね、パルチが。
バルチトルネしたいな。いやー強っ、文句。さあというわけで、まあ、ファルチェトルネを刺さなきゃって感じですかね。ボーポイてかポイズンがやっぱねフェニックス環境で結構徹底されてるっすね。もうディガポイとか枯渇にもポイズンとか、まあ、ポイズンなかったらねマザネクとか、まあ、ゴブリンは必須出るよねというわけでさ、時間がねえよー、急げー。さあこの人もスケラポイズンだった気がすんな、俺の記憶的には。さあ迫撃スケラか。みんなこれしてくるっすね。うん、ファルチェが残るとやっぱ嫌ってことっすね。さあフェニモンデスケラ打つだけと、やることはほんとシンプルですからね。まあ、なんかゴブリンとかナイトすげえ、なんか無課金編成さ。いやー対応が強い。さあポイズン打ってくるよと。残る？たまたま。残らないか。さあこっからっすね。削れるかねえと。今これチャンスっすね。でも逆いきます。かぶんなくて。さあ普通に文句が殴ってます。いやーで今カウンターしたら熱かったかな。さあなんかね文句上手い人たち反射をね使ってくるタイミングがね、うわ今かよみたいな。そう普通にやっぱ通常攻撃火力高いんで、あーやべ。反射をね無理に使わなくていいっていう。うん、これスケラいっぱい打った方がいいっすね。多分ボーポイでダメージ稼げるんで。打ち毒な気がしてきた。いやさすがにこれは相性いいはず。
でさ、反射でもういろいろ反射してすんごい。いやー、延命うまいな、フェニックスの。分厚い。ウッド使った。パッキン。うん。いやーでもさすがに勝てそう。マジ相性がいいってこういうこと。さあマジでほぼ角でスケラと文句で、あ、これ来た、神トレンドタイム。いやー微妙。おい、さあスケラかファルチかなんかで入って勝ちましたよと。いや連勝してーなーマジで。勝って負けてを繰り返してる。さあと2戦ほどいける。ティムちゃん、いや2700乗っけたいっすね。ここ2勝したい。しっかりファルチ取るねだなマジで。あとは文句の下にゴブリンつけて即反射。なんかもうみんな同じようなデッキなんですよね。もう一緒すぎて、みんな一緒。うん、さあアイスピだと今一応ディガポイがメインであるっすね。リガっぽいで待つのかな。ケツモンカーね、フェニックス合わせられちゃうんですよね。いやマジで動きます。うん、あーロイジャイなのかな。アイスピスキキンちょっと珍しい。あー、ライトニングロイっぽい気もする。まあライト打たれるかな。お、これゴブリン使って今めっちゃチャンスよね。しかもファルチが入る？卵も？こんにちはしてどうぞ。うえい、ワンパンワンパン。しかも今だと相手は諦めれるぞ。諦めてくれ。欲しい、トロフィーが欲しい、早くいっぱい欲しい。いや諦めそうな香りしてるぞ。いやーゴブリンめっちゃ綺麗に行かれてる。反射の距離が近っ。相手も反射あったっけ？いや、ないぞ。ああ、これはさすがに。ちょっと怖い。いやー耐えれそう。さあ時間を稼いで、よし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 。いやマジで結構いい順位取れるぞ久しぶりに。ちょっと今の順位を確認するか。多分ラスト1戦ぐらいですかね。ワンチャン2戦いける、2戦いける。さあ今42っす。え、42、次が例えば30ぐらいいけるぞ。しかもえ、めっちゃトロ上。てかなんだこれ、拓也さんが使ってた
デッキだって気もするんすよね。2800高っ。ワンチャンミラーっすね、マジ。まあこれカードサイクルがこれ結構むずいかもっすね。むずいというかなんか、まあ一回暇になる手札があるんで、先置き逮捕とかしないといけないですね。いやこれ、マジで一発バチコーンで勝負決まるあるっすね。うん。さあフェニックス。やべ、フェニックスに対応するカードがねえっていう。スケラのリセットもねえっていう。めっちゃミリ残りのやついるぞ。いやーゴブリンはいらなかったかもっすね。ゴブリンまで出すとちょっともったいなかったかも。次のスケラがスケラ受けが大変だ。打てば入るっすからね、これ。スケラフリーズすればカウンターも気をつけながらの。変なシャシャリゴブリンした。いやでもあるぞ、めちゃんこ。ああ、フリーズ最後しちゃったかな。もう一戦いけるっすね。うわー、もってねえ。これ勝ったら40で、いやーこれ間に合わねえか。58分6時になった瞬間にもらってないといけないんで、うわー最後さっきのもったいないっすね。え、ヤンキーだ。もう時間があれだからか、もうヤンキーになるんだ。時短で勝たなきゃこの意味がないっていう。ヤンキーゼムタイム。うわー、やべえ、これやったかも。トリトン来る。本当にやめてほしい。いやーでかい、来ない。うん、まあさっきの勝って、まあ20だけでももらってると結構良かったんじゃないの。さあもう終盤なんかちょっと上がるだけでね、順位すごい動くんでね、もうぎゅうぎゅうでみんないるから。おお、いやーフリーズまで打たなきゃ。お、熱い。これウッド使ってる。うわー、めんどくせえ。さあまさかのマザネクロイっすね。まさかの
あ、なんでやねん、なんでここでマザリング引いとんねんお前は。いや今のフリーズ打たなきゃよかったかな。ノックノック、まだ勝つぞ。いやきっつ、ちょっと待てよ。これ勝ったらでも熱くね。やべえ、いやー、とどめのキングギドー、なんでーあー、まさにくー、まさにくか、やっちったなー。さあ、フィニッシュ。これ一応最後多分反映されないんで、トロフィーは反映されるけど順位は反映されないって感じかな。え、51位だ。結構、まあ結構いいか。まあ久しぶりにトロアゲやったっすけど、ヘニモンで。まあ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 って感じですね。まあせっかくならほんとね、一桁、まあ、10何位、20何位行きたかったですけど、まあ悪くはないフェニモンっすね。フェニモンならもっと夢つかめるかもしんないっすね。さあというわけで最後、この2692からもし勝ってたら2712なので、わ、2712、前シーズンのが見えないんだな。さあ分かりません、前シーズン誰が1位だったのかというわけで、もう分かんないんでちょっと何とも言えませんが、まあこんな感じっすね。最後1個前勝ててればとか、まあ他のとこね勝ててればっていうのはありますけども、まあまずまずじゃないでしょうか。というわけで、まあバランス調整来たすぐの環境で、まあすごかったですけども、まあ個人的にはおもろくてね、はい、完走してるんで、はい、おもろくてよかったです。まあこんな感じですね。今の環境が結構強そうなデッキ、はい、この辺にあるので、まあ、皆さんもぜひちょっと参考にやってみてください。まだね、次すぐバランス調整来る予定はないので、まだフェニモン強いと思うんで、ファルチェも、はい、ぜひまあそこら辺強化して、ちょっと今季もね、はい、頑張っていきましょう。よければチャンネル登録もお願いします。では、大塚ちゃんの下、またね。